ありがとうございます。旅する気まま男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。関西福井編第4話お届けします。ここは昨日から滞在しているホテルの部屋の中です。ちなみにこの映像を撮ったのが2023年8月3日の午前5時59分。かなり早い時間ではあるんですが、今からチェックアウトをして、最近インバウンドの需要が高まっていると言われている城崎温泉に足を運びます。温泉街の風情と絶景と美味しいものに満たされる旅をしようと思っていますので、どうぞ最後までご覧ください。早速、最寄り駅の和田山駅に向かいます。和田山駅到着しました。改札を抜けたいと思います。和田山駅の4番乗り場におりました。もうすぐ山陰本線の列車、このホームに入線すると思います。駅周辺はこんな感じになっています。飲める温泉もあるんですね。比較的早い時間帯に来てしまったので、どちらかというと車の交通量の方が多いんですけれども、そろそろ城崎温泉の名物外湯の方が始まってると思うので、簡単に外湯に入って次の場所に移動する方向で探索を進めたいと思います。ここがおそらく城崎温泉のメインストリートですね。実は城崎温泉、子供の頃に両親に連れられて以来なんです。要するに一人で来るのは初めてなんですけれども、どこか懐かしいと言いますか、思い出深い場所みたいな印象を強く受けますね。ちょっと視線をずらすと川が流れていて、ものすごく風情ある場所だなと思います。温泉街の川沿いを歩いてみると、明治から昭和にかけて活躍した文豪志賀直哉の詩小説「城崎にて」のその世界観に迷い込んだような不思議な感じがしました。見つけました。城崎温泉の外湯で真っ先に名前が上がるという一の湯さん、確かもう入れるはずなので、一風呂浴びて感想だけお話しできればと思います。一の湯さんの入浴料こんな感じになってます。一の湯さんの朝風呂入ってきました。城崎温泉の外湯巡りで最初に名前が上がる温泉ということで、湯上がり後の爽快感も抜群でした。ということで今度はこちらに地図があるんですけども、城崎温泉の奥の方へ行ってロープウェイが運行してるらしいので、一番高いところまで向かってみようと思います。電線に隠れちゃってますけど、あれが城崎温泉のロープウェイです。一番上の駅のすぐ近くにカフェがあるらしいんです。撮影 OK もらってますから、早速向かいたいと思います。どうやらロープウェイ乗り場にだいぶ近づいたようで、こっちですね。
城崎温泉のロープウェイ三陸駅、ここから乗れるようなので入ります。ちなみに運転時刻表がここにありまして、下に注釈があるんですが、20分間隔で運転しているようです。始発は9時10分、あと5分後に出発するようですね。ここに書いてあるんですけれども、山頂までの所要時間はおよそ7分なんだそうです。ここが山麓駅エントランスですね。おはようございます。こんな感じのロープウェイです。今からあの山頂へ向かいます。失礼します。山頂駅に到着です。改札口上になります。はい。山頂駅におりまして、目指していたところがあちらです。この先コーヒー見晴らしテラスカフェさんです。まだオープン時間ではないんですが、出入りはしていいということなので、あと、向こう側に見晴らしのいい場所があるので、少し時間を潰したいと思います。こちらが店内です。アイスコーヒー480円、それから兵庫県産ヨーカボタのホットドッグ、税込み760円。ケチャップ、マスタードはお好みでということなので、早速ケチャップついてまーす。いただきます。じゃあ、ホットドッグいただこうと思うんですが、こんな感じです。美味しそうですよね。シャキシャキでウインナーもしっかりとした食感があって、噛んだ瞬間にじわっと肉汁が溢れ出てくる、本当に美味しいホットドッグです。あっという間に食べ終わりました。ごちそうさまでした。こっちに展望台あるみたいなんで、登ってみます。おー、これはちょっとオーバーだったかな。これ本当にやばい。この見晴らしの良さはやばい。思いがけず素晴らしい絶景を楽しむことができました。そろそろ展望台を降りたいと思います。やっぱりお寺っぽい感じになってますね。
この建物、温泉寺の本坊というらしいんです。隣には鉄の建物もありますね。せっかくなので手を合わせていこうと思います。今フランス人のご家族がちゃんとチケット買って本坊に上がられました。今はフランス、台湾、中国、アメリカ、ヨーロッパの方が多いですかね。ヨーロッパの方はやっぱり世界遺産とか日本の古い文化として来られる方が多いですね。ご縁がありますようにということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ラジオ気をつけて。そろそろ三陸駅に戻りたいと思います。ありがとうございました。三陸駅降りてきまして、商品入れ替えのため50円で缶コーヒー販売してました。飲みます。うまい。城崎温泉の散策、僕の中ではやり尽くした感はあります。なのでそろそろエンディングの時間です。今回の旅行動画はどうでしたか？ぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回の関西福井編第5話はここ城崎温泉を出発地に山陰本線を西へ進んで観光地としてとても有名な余部鉄橋に向かいます。どうぞ楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。